こんにちは。あ、うっす。あ、よろしくお願いします。あ、あんたもフォトナ練習したいの？あ、そうです。あんたもフォトナ上手くなりてえの？はい、あ、なりたいです。よろしくお願いします。あ、じゃあ俺についてくればいいから、はい、あ、ありがとうございます。知らんけど。知らんかい。そうですね、知らんかいってちょっと。まあ、安牌行きたいんでね。あ、安牌あるんすね、やっぱ。まあ、ここら辺っすね。あ、そうなんだ。なんかソルティら辺に行けばいい。なんかあるんですか、あの、うんうん、人が。いや、知らんけど。知らんかい、だから。何やねん、知らんかいって。あ、そうそうそう、はいはい、3周年記念らしいからね。あ、やっぱそうみたいですよ。だから今日この動画撮ってて、うん、ほら、何の3周年かは知らんけど。いや、フォートナイトやろ、お前。いますよ。それ以外何を祝うねん、ここで。これね、1000メートルぐらいがちょうどいいから。あ、そうなんだ、やっぱ、うん、あ、ありがとうございます、やっぱ。や、勉強になる。そうでもないの？知らんかい。なんで知らんの、こいつ。どういうことやねん。結構あれですか、フォートナイト、じゃあやられてモスターみたいな感じ。そうっすね。あ、やっぱそうなんだ。言うても、まあ、はい、タスター1のシーズン3からやってて、もう1年2年ぐらいもやってて。やっぱ長いんですね、はい、まあ、ある程度はもう全然戦えるし、はいはいはい、まあ、敵とか全然10キロ以上は余裕でできるんで、うん、これは頼りになるな、はい、すげえ、ありがとうございます。なんか知らんけど、まあ、知らん。あ、ラバいる、どういうことやね。ラバいるわ。あ、ほんとだ、ラバいますね。知らんけど、これは知るやろ、お前。今のラマに関してはもう見えてましたけどね。いやー、あと2発、知らんけど。知らん、いや、なんで1回言うの、それ。惑わされちゃうんだよね。どうなんだろう、本当なのか本当じゃないのか。いやー、でも今までの統計を踏まえると、本当のことでも知らんけどって言ってる。ミニポとか絶対飲まなきゃいけないですよ、はい、飲んだ方がいいですよ。はい、わかりました。え、先にじゃあどっち、なんかデカポとたまにあるんですけど。あ、いや、ミニポ、ミニポ。あ、ミニポなんすね、やっぱ。いや、それ知らんけど。知らんかい。なんで知らんのよ。なんで知らんのよ。おかしいんだよ、だからさっきから。どういう経緯で、どういう人生で、どういうあれを歩んできて知らんけどが口癖になったか気になってきた、逆に。これ飲みます、デカポ。あ、知らんけどいいっすか。知らんけどいいっすかって何。てげるてげる。あ、わかりました。どこら辺にいま す, ますどの方角にいますか。あー、NE っすね。あ、行きますね、NE。知らんけど。知らんけんけん。いろんな方面にいる。あ、いるんだ。知らんけど、これきついな。知らんけどって言われちゃうとな、なんかあんまな、ピンとこないよな。知らんけどショット。知らんけどショットってなってる。うわー、ここにもいる。そんなことしてるからでしょ。今行きますね、すいません。いやー、これきついよ、腐れるよ。知らんけど。いや、きついでしょ、多分。84秒知らんけど、83秒知らんけど、82秒知らんけど、81秒知らんけど、うるさいな。今ね、リブートカードのところを数えてくんで、76秒知らんけど、75秒知らんけど、もうすっげえ邪魔。知らんけど、何してるんすか、そこで。すいません、ちょっと今、どこ向かってるんすか、知らんけど。知らんけどの方がうるさくなってきてる。スタークインダストリーズ行こうかなって。早く行った方がいいっすよ、知らんけど。知ってるやろ。追ってきてるんで。どっちなん、どっちなんや、これ。あ、追ってきてますよ。あ、わかりました。知らんけど。じゃあ、今、あっち行ったかな。大丈夫そうっすね。オーソリティ、たぶん 3% ぐらいは毎回いるんで。え、そうなんすか。大体、はい、どっちかだいいっすね。あ、人気なんだ、じゃあ。いや、それはないんだ。なんでよ。なんでそれはないの。あ、絶対います。あ、わかりました。これじゃあかなり期待大だな。あれ、リブトバないっすね。ないですよね。あれ、まあ、なんか立て壊されたんかな、知らんけど。立て壊された、多分ないだろ、最初から。じゃあ、立て壊されたって言い方何、しかも。知らんけど。知らんけどって言うな。どんどん薄れていく、お前の信憑性が。初対面でもともと低いのにもっと低くなってる、今。ちょっと気をつけた方がいいっすよ。わかりました。はい、そこいます、そこいます。来ますよ、来ますよ。知らんけど、どうだろう、知らんけど。うるさい、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 知らんけど、うるさいって。知らんけどビームって言ったのは何、お前が。関西人大体知らんけどって言っちゃうんですよ。あ、そうなんだ。へ、うん、やっぱそういうのはあるんだ。いや、知らんけど。知らんのかい、だから。知らんけど、うん、多分知らんけどっていうのが、うん、口癖なんですよ、知らんけど。何も知らん、こいつ。お前知ってるもの何、逆に。え、なんか知ってることあるんですか、逆に。結構物知りっすよ。じゃあ例えば、知らんけど。じゃあ知らんじゃん。何、じゃあこれは期待、あの、いわ、なんだろう、こっちもテンパってきちゃった。そんなに、そんなに言われるもんだから。落ち着いてください。はいはい、ごめんなさい。頭が混乱してくるんよな、あんま言われると。知らんけど、こんな言われたことない。知らんけどっていう、だから言葉が別に知ってる時でも、はいはいはい、なんか確信があっても一応なんか不安なんで知らんけどって言っちゃうんですよね、知らんけど。ああ、じゃあこれも気にしないでいいってことですよね、今のも。ああ、気にしなくていいですよ、知らんけど。わかりました。どうすればいいんだろう。じゃあ一応気にしないようにしますね。降りてます。あ、降りてますよ、今行ってます。あそこはやっぱあれですか、おすすめ、あれ、あ、見てください、はい、いやいや全然、や、あの、やってもらっていいですか。俺が楽しませるためにこうやって、はい、たまにあの冬場とかにあるイルミネーションか、イルミネーションやってますよ。はい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 、 ありがとうございます、ね、じゃあそれはどうすか。全然楽しくない。はい、ありがとうございます、楽しいです。
あでも優しいですね。あんまこういう気遣いの仕方見たことないんで、はい、いやこれ結構楽しめると思うんですよ。いやありがとうございます。知らんけど。知らんよな、お前やられたことないもんな。知らんよな、そりゃ絶対楽しめる。いる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 。います。どこいます。なんでだよ。ここにいるじゃん。ここにいる。知らんけど。いるじゃん。お前が知らんけどって言うからワンテンポ遅れちゃったけど、いるじゃん。このグレネード何かとよく知らんのよな。本当に知らねえのかよ。知らんけど。知らんのよな。知らんけどってわけわかんねえよお前。それだけちょっと知らんのよな。もはや全部わかんねえじゃねえかお前。さっきから何も分かってねえこいつ。知らんけど。おいこいつ知らんけど単体で言うようになってきたよ今度。何でもあるじゃん。口癖じゃないじゃん。じゃあ知らんけど、それいいですか、使ってもらっても一緒に。いやこの使い方知らないんですよね。投げれば大丈夫です。あの銃撃つボタンで、はいはい、投げれば。いや銃撃つボタン知らんけど。なんで撃ってたん今まで。腹立つ。銃撃つボタン知らんけど。知らんけど。腹立つなお前。敵いますよ、気をつけてください。銃持ってないです。危ないな、これは。1枚やった、知らんけど。 あ、なんだよ。もう1枚もいる、知らんけど。 ありがとう、なんだよ。なんか武器ありますかね、今ハンドガンしかなくて。いやアサルトとポンプと SMG しかないです、知らんけど。知らんけど。探しに行きましょう。はい、わかりました。ないかな、武器。よし、これで。これやから最近の若いやつはな。え、若いと思ってたんですけど。あーそうっすね、48っす。あ、すっげえジジイ。あ、すっげえジジイ。違うけど。違うけどって言った。違うけど。いるけど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 。けどいるけどいるけどいるけど。今度ゴミけどになってる。いるけど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 。カエルだった。けどだったと思ったらカエルだった。ケロック。ケロックだって。ケロックだって。知らんけど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 。そんなことあるの？衝撃の映像撮ったよ今。え？こいつ殴りながら知らんけど。知らんけど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 。あいつあれだな。ゴミとかじゃねえな。知らんけどっていうやつだな、よく。いっぱい学校とかも行ってない感じですよね。ああ知らんけど。ダメだ、会話できなくなっちゃった。知らんけど知らんけど。おお知らんけど。フランケン、なんて言ってるこれ、ね、フランケンって言ってる。ブランケット、ブランケット。こいつ待てよ、じゃあ知らんけどって言うってことは、なんか知らんけどって言いそうな回答が知らんけどで合致するやつを言えば、知らんけど、めっちゃおもろいんじゃないかこいつ。知らんけど知らんけど。ほらほらほっといて言ってるから。え、お名前は。あ、プリッツです。あ、プリッツさんよろしくお願いします。はい、プリッツさん私、はい、昨日焼肉食べちゃったんですよ。知らんけど。あー確かに知らんよな、今のは。今のは俺が悪いな。いやはい、これ紫ポンプどこにあるんやろ。知らんけど。独り言もなんだね、もう。なんで知らんけどってなっちゃったんだろうこの人。明日って雨ですよね。知らんけど。あ、知らんわ、天気予報見ない人や。どこいます今プリッツさん。知らんけど。だよね、聞かなきゃよかった。あ、上にいるわ。何してんすかこれ。知らんけど。わ、だよね、どうしよう、すげえ気になる。何してんだろうこれ。これ下壊しても大丈夫ですか。知らんけど。あ、だよね、じゃあいいってことかな。じゃ壊してみようかな。おい、ダメだよ。あ、ダメなんだ。あ、ダメだ。あ、じゃあミスってるやんけお前。知らんけどマキマキ。知らんけどマキマキ。こいつやべえやつだな。いや、やっぱ建築が難しくて。はいはいはい。だからなんかコツとかあれば教えてもらいたいです。あ、はい、やっぱ自分の体が見えない編集をすること。 あ、なるほど。こっち側立ってください、ここ、ここ立ってください。はいはいはい。これだと俺の体見えちゃう、はい、お、確かに。あなたも見えるけど俺も見えちゃう、はい、はいはい。けど、はい、これならあなたはジャンプしたら俺は見える、お互いに、はい、あ、そうですね、けど、はい、その選択肢ができるのは俺なんですよ。だって体より右にレティクルがある時点で右壁の法則が発生してしまうから、はい、へー、勉強。だからこれを絶対練習した方がいい。 ありがとうございます。知らんけど。知らんかい、全部知らんやん。こんなにも無知なやつおる世の中。この俺の頭の色、はい、独特じゃないですか。結構独々しいですね、しかもこれ結構秘密が隠されてるんです。なんだろう、わかんないですね。何、やばい秘密が隠されてるんですよこの辺り。なんすか、なんかヒントとかないですか。なんだろう、知らんけど。知らんかーっさったいったい。あいつもう話すなよ、もう時間がもったいね、マジで。こんなに喋ってて無駄なやついねえわ、マジで無駄。信じちゃうよな。お、なんだろう、こっち来てくださいよ。俺ホタルに囲まれるとジブリっぽい BGM 口ずさんじゃうんすよ。普通に歩いてみますね。はい、ルンルルンルルンルンルルンルルン。映画みたい、映画の出演みたい。え、あれプリスさん、はい、何の歌歌ってるんですかそれ。え、知らんけど。なんでやねん、なんでやねんこいつマジで。わかるやろ今自分が歌ってたやつぐらい。なんでやねん。あれ俺よくわかんない、あのなんか光ってるやつってどういう意味あるんですか、あの上の。あ、これ裂け目で空中飛べるんですよ、はい、知らんけど。そうなんだ、一回やってみたらいいと思いますよ、知らんけど。じゃあやってみます。いや飛べるやん、本当に本当に飛べるやん。敵倒しに行きますか。行きましょう。
遠いな、ほんであいつすげえ上いるわ、すっげえ上いる。けどダイブ知らんけどタイプしてる、あんな上からあんな上から知らんけどって言ってる。いますねやっぱ。おい引かれねえあいつ、大丈夫か、なんちゅう、おい乗ってるよあいつ、やられてるよ。ほんでよ、たまにはあんたも頑張ってください。任せてください。じゃあ、じゃあ俺がアドバイスするんで、はい、俺の言う通りにしといてもらっていいですか。わかりました。死んでるやん。知らん知らん知らん、俺も知らん、もう知らん、どうなっても知らんわ。